おはこんばんは、It's Seigan and Bren。で、今日はコンビニ動画になります。はい。でね、前回撮ったのがファミリーマートだったので、ね、次はどのコンビニがいいですかってみんなにね、質問したところ、ローソンが結構多かったので、はい、今回はローソンコンビニ動画を撮っていきたいと思います。はい。はい、前回が5品だったから、今回もそうだね。今自分たち朝ごはん食べてない状態で、ちょっとお昼ぐらいに今動画撮ってるので、結構ねお腹空いてるので、今回もね5品でいいかなと思います。ね、ってことでこれからねコンビニに行って5品買ってくるので、じゃあまた買ってきた時にお会いしましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。よいしょ。ただいま皆様、お腹空いたんですけど、早く来てください。じゃあブレン選手の俺の方からブレンちゃんからお願いします。はい、じゃあまず飲み物から見せようかな。ゴボティーのストレートティー、美味しいよね。それ美味しいでしょ。なんかおにぎりと合う。次はおお、見たそれチーズチキン&コーンサラダ、これ好き。これ美味しいよね。結構たっぷり入ってるね。じゃじゃーん、唐揚げくんのチーズ味。唐揚げくん買ってそう。わかんないよ。じゃあメインね、生パスタカルボナーラ。おお、グラタンみたいな入れ物。あと1品じゃあ。デザート。大きなツインシュー。ローソンって言えばね、これが俺のイメージだった。なぜかシュークリーム、でもすごいね、たっぷり入ってそう。じゃあ私、じゃじゃん。おお、何それ。ゴゴ、同じゴゴティーシリーズじゃない？そう、ゴゴティーだけどいちごフレーバー。見なかった。熊本県産いちごティーあるんだ。はい、はい、国産ごぼうサラダ。それ見てたよ。本当？うん、美味しそうって思ったね。美味しそう。なんか野菜もちょっと食べなきゃいけないと思って。そう、それ唐揚げくんレッド。唐揚げくんね、お互い好きだからね。そう、店員さんに唐揚げくんレッドお願いしますって言ったら、自分で取ってくださいって言われた。そう、引き出しのところもある。引き出しで取るタイプだった。これタルタルもあったよね。タルタルもちょっと悩んだけど。はい。唐揚げ弁当。そう、竜田。唐揚げ。そう、これが鶏竜田揚げ弁当。それ最後選ぶかなと思ってたよ。本当？そう、これがシリーズがねあるんだよね、ローソンは。そっか、美味しそうね。最後です、はい、これブレン選ばなかったんだと思って。ブレン気づいたかな。あ、見たよそれ。アーニャのね、アーニャのスイーツ。これブレン選ぶかなと思ったんだけど、ちょっと迷ったけど。かわいいよねこれ、見たけどね。それそう、いちご味、ミルク、あ、よかった、チョコレートとか見なかったわ。いちご味&ミルク味だって。和菓子。なんか赤多くない？セイコ。確かにいいじゃん、縁起がいい。いただきます。ってかお弁当温めなきゃね、まず。そうね。じゃあ俺こういうのちょっと皿に移動してきちゃうから、じゃあバイ。すごい、2人ともゴゴティーだ。それすごいね。ね、乾杯。乾杯。うん、安定の美味しさ。それはいちご。もうゴゴティーのかけらがほとんどないぐらい。うん、甘いね。ね、甘い。美味しい。いただきましょう。唐揚げくんもここに投入しちゃうかな、もう。唐揚げ祭り。あ、結構入ってんだこれ。6個も入ってる。あ、もう1個あるよ。なんかもっと少ないイメージだった。まあシェアしてたからじゃない。多分ね。おいしい。恐竜みたいな音出た。サラダも食べて。のっけても美味しそう。結局はシェアするね。そうだね。全部シェアするよね、俺ら。食べ物に限らず。基本的に全部シェアだよね。パンツも履けるしさ。昔その動画作ったね。うん。結構驚かれたよね。うん。なんかパンツシェアするんですか？それはさすがにないみたいな。でもさ、する人もいると思うけど。うん。なんかパンツ洗うじゃんね。なんか別にさ、その履いた脱いだパンツをまた、うん、履けるけど、脱いだパンツをそのまま履くわけじゃないしさ、うん、一回洗ってるんだから別にサイズ一緒だからシェアできるよね。別にね。うん。絶対日本にね、旅行しに来た人はいろんな種類のコンビニ行ってほしいと思うね。面白いから、うん、本当に変わるから。今ここで紹介してるやつはもしかしたら、うん、なんかもうないかもしれない、うん、ね。そのみんなが来る頃とかには、ね、ものによってはずっとやってるやつもあるし、ね、唐揚げくんとかね、ずっとローソンもやってるし、うん、これシュークリームとかあるけど、うん、こういうのはこれは期間限定って書いてある、ね、アニャも絶対ないし、そうね、うん、このパスタもないかもしれない、うん、でもね、またどんどんね、期待を裏切らない面白いやつが出てくるから、うん、その都度なんか楽しみにしてほしい。本当になんか旅行の楽しみの一環だよね、日本のコンビニってこんなのがあるみたいなさ、ね、今年神社行ってきたじゃん、うん、すごい人だったよね。2日に今回はね、うん、行ってきたんだけど、そう屋台とかもいろいろ出てたんだけど、やっぱ人混みがね、うん、すごくて、うん、まあちょっと落ち着いて食べれなそうだったから、うん、ね、おみくじだけ引いてきたんだけど、自分ね、大吉だった。だから今回はね、いろいろお守りとか、うん、浜屋とか溜まってたんだよね、ずっと返せずにいて、うん、うん、なんかアメリカの行ってた神社もなんか移転しちゃってなんかなくなっちゃったんだよね、ね、移転しちゃったから返せずで、今年ね、やっとたまったお守りなんかもう何個あったお守りあれね、結構7個ぐらいあったかな、うん、2人でそれをね返してきて、うん、新しいお守りは買わなかったね。11月ぐらいに買ったやつあったから、そうそう、まだ、うん、新しいお守りがあったからまだそれね使えるから、うんうん、今年も健康でありますように、うん、これ食べてるけどタンパク質は、うん、いっぱいあるねほんと毎年ね、やっぱり健康でありますようにってお願いと、うん、あとはハニーと仲良くできますようにってお願いと今年だったらいろいろな新しい挑戦があるから、うん、そういうのをなんかね、うまくいきますようにとかそういうお願いをした。今日天気悪い、眠くなるねこういう時はさ、もう布団に入ってさ、うん、映画見たくない？見れるんじゃない？この後そうね、ドラマとか、うん、ちょっとゆっくりして、で夜は今日は友達と会う予定があるから、うん、それまではちょっとねゆっくりできるね。最近もう年末年始ってあちこち本当にさ行ったりとかさ、ね、してたから結構ね疲れちゃう。でもなんか家にばっかりいるとなんかもったいない気持ちにもなるから、そうだね、難しいね、うん、せっかく時間があるからとか行きたいってなるよね、うん、でもしっかり早寝早起きはねできてる年末の時が本当に超久々に12時過ぎまで起きてたっていう感覚だった、うん、いつも自分たち10時半から11時半の間には必ずベッドに、ね、そう行ってるから、うん、で朝は絶対6時半ぐらいに起きる。寝たと思ったら起きて7時半だった、うん、ねなんかちょっと寝すぎかなと思って二度寝ができなくなった最近二度寝ができない。でもなんか朝早く起きることはなんかメンタルにもいいみたいよ、うん、そうね、うん、なんか休日だからって言ってずっと寝てるのだと生活のリズムが崩れるから、休日でもちゃんと朝早く。俺はもうでもあまりやってなかったよね、いつも、うん、なんか友達によってはもう1時とか2時まで寝るとかっているけどなんかできないと思う、ね、体的に。しかもお風呂入るようになったからさ、そうね、それもなんかもう睡魔を誘うよね、ちゃんと、うん、まあいいことだと思うね。はい、ひとまずごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。このデザートは後ではい食べます。じゃあまた、はいなんてしたらいいかなあ、お茶が熱くなった。アッシュは今ご飯ご飯って言ってるけど超早いねえ、まだ2時前だよ。温まりますわ。ほら、思ったよりねっちょりしてるわ。ほら、頭が陥没しちゃった。でもこれ子供と遊びたくなるだろうね、うん、昔のギャル男みたいな、うん、M 字バンクっていうのね、クリーム、生クリームとカスタード両方入ってる。いただきます。おいしい。全部食べた。はい、あげようと思ったのに忘れちゃった。うん。いちご大福みたい。すごい。すごいたっぷり入ってる。うん、すごっ。スカスカじゃないね。ね。食べる？ちょっとだけじゃ。これはシェアしなきゃいけないんだね。2人ともシェアするよって言って、アンニは全部パクって食べたのにね。それはそれ。これはこれ。美味しい。この生クリームを口に入れてあったかいものでシュワシュワシュワって溶かすの好き、うん、ね、このお茶は無印良品でね買ったやつだよね、うんうん、なんかちょっと柑橘系なお茶が売ってて、パックがね、なんだっけ、日向夏、うん、日向夏、うん、それのお茶が売ってたんですけど、それを買いました、うんうん、すごいなんかちょっとね本当にフルーティーな柑橘のね味プラスお茶が混ざってて、なんか美味しいね。美味しいね。さっぱりしてる。うん、はい、皆さん、2回目のコンビニ動画いかがだったでしょうか。はい、結構時間空いたけどね。うん、そうだね。またいつかやりたいと思います。はい、次はセブンイレブンです。もう決まっちゃってる。皆さんにお任せしないで、セイゴが決めました。はい、もうでも3大コンビニのね、最後の一つがセブンイレブンですから。ね。ね、その後になんかもしね、できたらそのねちょっとちっちゃいさそのミニストップだったり、あとはデイリー山崎とか 3F とか、なんかそういうコンビニもね、マイバスケット、そうそうマイバスケットとかそういうやつも、うん、徐々にね挑戦していきたいと思っているので、ぜひね皆さんもこのお店ぜひやってほしいとか、うん、あったらコンビニに限らず、まあいろいろ概要欄に、うん、とかコメントにね残してくれると嬉しいです。はい、お願いします。はい、じゃあこの動画面白いと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。はい、あとは概要欄の SNS とポッドキャストのチェックもお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。